ればいいの。万能線ではあるのかな。万能線ではある、うん、もう汗かいてますね。そうなのよ、もう汗だく。ホテル出た瞬間に汗だくで、あれと思って、もういいやって暑かったですか。暑かったです、うん、すごいこのレンタサイクル。レンタサイクルね、すごいよね。この5分匂いがそんな感じするね。はい、はい、来ました。イエーイ、すごい、すごい。では今回こちらの、ファッションセンター下村でやっていただくのは、はい、1000円ファッション企画。イエーイ、皆さんに、ね、日本円で1000円、日本円で1000円、そう、1000円をお渡しします。で、自分の服買うんじゃなくて相手の服を買う。相手の服、まあ、体が着るんじゃないんですけど、こういう風にやったりとかするとつまんないから、もう全員が全員そうもうなるように作ります。つまり私美佐子が交換するとかじゃなくて、私はもう母親は無理、無理は先輩、先輩は私みたいな感じになるように、はい、そう組みます。はい、で、今から 1,2,3,4 の数字を指で出します。それが、先頭の人、1番の人は2番の人、2番の人は3番の人、4番の人は4番の人、直感が一番好きだ。ちなみに、ある誰にやってほしいみたいな。違うな、これ。誰かは嫌だけど。誰かは嫌だからって感じ。じゃあ、誰にやってほしいかをせーので指さす。誰にやってもらいたくないかもせーので指さしてみよう。あ、そうする、うん、やってほしい人。はい、せーの。これ、まあ、そうですね。大人気。まあまあ、すごい、大人気じゃん。一番、一番欲しいかある。ある。一番センスがいい。麦は今誰さしたの。私、伊達さん。やったー。服の系と色が結構好きな色使うから気になるな。地味に色は派手が好きじゃないので。あ、そうだね。そうなんだ。結構黒白着るじゃないですか。あと金とかめっちゃいい、なんか単色が。逆にこの人嫌だ、をやる必要ある。一応やろう。これさ、傷つくことしかない。一応やってみよう。一応やってみよう。うん、違うかもしんないよ。違うかもしんない。違うあ、そうだよね。そうそう、違うかもしんない。みんなそう思ってるかもしれない。そう、違うかもしんないよ。はい、はい、じゃあ、やってほしくない人。はい。せーの。自覚症状あるの、素晴らしい。いや、今日学校に来る前に、私今日こんな服着てたんだって自分で出てて、こんだけ太りしてるんじゃないんだろう。これまず、ふらっと思って、多分逆だしね。本当だ。本当だ。やばい。ちょっと。怖えな。怖えだろ。服の問屋街に向かうようで、いや、お洋服にね、あんま興味ないんですよ、私。なんでどうなることか。みんなね、おしゃれさん、まあね、桃井と麦はアイドルだからすごいおしゃれさんなんですけど、伊達ちゃんは意外にね、おしゃれさんなんですよ。なんで私ですね、問題は私だと思います。うわ、ちょっとこれかかってるな。今日ここまでは、あ、なんだ今日ブラックにして決めてんじゃん、うん、結構これおしゃれ、そう、うんってなって、こうなんかすごい、なんか盗賊の中に腕ちぎられたみたいな感じで、なんか引っかかってる。先頭に頑張った。これがいらない。私は中だけでいいなって、ちょっと個人的には、個人的に欲しいかな。なんかこれ上だけだとちょっとバスケの練習着みたいな。なんかこれあれじゃないですか、女子中学生がよく着るデザインやろ。女子中学生のバスケ部が着るデザイン。無駄だろう、マジで。先が不安な方が1名いますが、まあ、約1名が傷つけたところで、終わったところで、はい、じゃあ決めますか。で、1が2、2が3、3が4、4が1。そうです、はいはい、で、先輩の後の数字が、まあ、まあ、外れる。なるほどね。いや、これ逆に麦に当たってほしいな。いや、私もいきます。せーの。
あ、これ私取った。じゃあ22かぶりなんでこれダメです。3かぶりです。ん、4、あ、4か。あ、じゃあ OK じゃん。でもこれ一生決まりませんよ。じゃあ、いや、おる、おる、あ、うん、決まって決まった。3票決まって一生決まりませんよ。なんで、じゃあ行きます。あ、なるほどね。うん、一生決まんないよね。一生決まんないよ。じゃんけん、まず決めちゃった。じゃんけんですか。そうで、これ勝った方が好きな方がいい。じゃんけん、これ綺麗にもう出るまでもうやろう。全然今回やってるので、もうなんか、ちょっとしばらくやってみましょう。そうだよ、そうだよ。バラバラになるまで、そのハズレくじが当たるまでやる。そう。はい、いくよ、せーの。はい、せーの。せーの。あ、違う。何なんですか、遊んでんの。終わらないですよ、それ。終わらないですよ。バス的だよ。はい、せーの。あ、惜しい。惜しい。せーの。お、せーの。せーの。せーの。あ、違う。今来たのね。ほらほら、じゃんけんになってくるんだ。やっぱりさ、2人かぶったらさ、そこはじゃんけんして決めるでいい。じゃあ、一緒決まんない。せーの。またところまたじゃん。やっぱ運命じゃん、我々。これなんかあれみたい。ちょっと落として決める。勝った方が2だよね。負けた方が1ね。ちょっと待って、すごくない？絶対に負けたくない。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい、よし。悪夢だ。悪夢だ。というわけで、順番が決まりました。1番の方、2番の方、3番の方、4番の方、つまり、伊達さんが桃井、桃井が麦氏、麦氏が美佐子、美佐子がドドン。この顔です。この顔です。ドドさん、何か一言どうぞ。ホテルからやり直したい。遠いな。私、逆に私は麦がいつもおしゃれだから、麦を着替えさせるのも結構プレッシャーですよ。私はもう嬉しいですよ。そうですね、麦さんにコーディネートされる。そうですね、私も伊達さんだから今日心配なんですけど、ここは心配です。結構、いや、でも一個心配なのは、結構時代好きな時代時代時代結構多分時代生きてる時代が違う。時代回るよ、時代時代は回る。まあそうだね。一度だすりが、3.45円、こちらの方計算しまして、皆さんにお渡しする金額ですが、289なんですけど、切り上げて290渡します。290円が皆さんの予算です。予算あったら、例えばアクセサリー買ったりとか、上下買う感じであってますか。基本上下コーディネートみたいな。なるほど。でこれ一番いいと思われたコーディネートを選べた方、並びに、選んでもらった方、この2名には追加でお小遣いプレゼントします。やったー。これは切れない。いやー、頑張る、頑張る。やだな。やだな、笑う。麦ちゃんか、麦ちゃん何着ようかな。今2時半です。3時半に多分ゲーセン上がりに行って、はい、迷子だったら連絡ください。はい、じゃあみんな頑張りましょう。イエーイ。はい、伊達フェイズです。桃井の服を、選びに行きたいと思います。いやー、桃井さんに合う服ね、どんな感じがいいんすかね。いや、なんかちょっとセクシー系とか意外とあいつ着ねえんじゃねえのかな。2着500ドル。いいっすね。でもこれ1着買ったら大丈夫、終わっちゃうな。でもこの1着が結構完璧に仕上がってるってパターンない。あ、ほら結構いいじゃん。もうこれでいいんじゃない。かわいいじゃん。いいじゃないですか。ちょっといろいろ見ていきますか。麦ちゃんへのコーディネート、そうですね、難しいですね。で、麦は結構ダボダボ普段着る系統があって、それがいかんせん似合うけど、今日みたいなぴっちりでも似合うんですよね。あとはやっぱ290元ということで、結構掘り出し物を見つけないと。パンっていくらなんだろう。結構高いな。逆にもっとこうフリフリの可愛い系で麦に似合うみたいなのを買った方がいいんですかね。スポギャルみたいなイメージか、西野カナみたいな超清楚カンカンハットみたいな。さて、私はメサメサさんのお洋服を選びに行きます。
ちょっとこの辺はシンプルに、シンプルでおしゃれめなお店が多い。みさみささん、あんまりカラーのものを着てるイメージがない。私はね、伊達ちゃんのでしょ。伊達ちゃんが普段着ないやつだから、ちょっとなんかね、甘めな感じがいいんじゃないかなと思ってるんですよね。いいじゃんって言われたい、私。え、先輩良くないですかって。いくらだっけ？忘れちゃった。そもそもいくらだっけ？290だっけ？290元？ねえ、麦発見。私たちっていくら使っていいんだっけ？290。ありがとう。不安だな。不安だな。不安だなって言われちゃった。みさみささんは何なんですかね？一着日本円で400円もしない。めちゃめちゃ安い。安い。ああ、サミサさん多分足をコンプレックスというか気にしてるので、あんまり出さない方がいいと思うんだけど。いや、これめちゃめちゃ可愛いじゃん。可愛い。这个是分开卖的，这是一套。是？对。贝特。啊，セット。对。给。只有一套，one piece。880円の、880元だったんですけど、800元に負けてくれました。これは自分用です。大丈夫だと思うけど。気に入ってくれるかな。できればもうちょっとこんな麦見たことないっていう月見さんをお届けしたい。どう、麦自信ある？いやー、みさみささんをコーディネートだから、サイズ感とかね、あとなんか年齢で足出す出さないとかね、結構、年齢で